はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回ね、私前回のクリスマス北動画で宝珠をね何中迷ったかたくさん使ってしまいまして、まあちょっとその理由としてはね、プレミアムログボでプレミアにねできるとプラチナか、プラチナにできるとこの20日目にね超ガシャチケット10連チケットもらえるので、まあ、ちょっとプラチナがいいなと思ってたんだけど、なぜかねステップアップガシャやりまくっちゃって後の祭りっていう感じになって、ちょっと宝珠ね、まあ、来月になったらなんか2023宝珠とか買えるんだけど、はい、まあ、ちょっと減ってしまったんでね、ついに私ここに手を出します。ということで万里の試練ね、これをね取っといたんですよ。こういう時のために宝珠亡くなった時のために何か残しとかなきゃいけないと思ってね。ということで万里の試練やりたいと思います。まあ一応クリアごとにね、なんだっけ、宝珠もらえるし、なんだっけ、こうレベル40とか50とかこう切りのいいとこねクリアしたらさらにね、宝珠もらえるはずなんで、もう私これに手をつけます。6433位までねみんなから問い合わせ来ても全然やってねえよっつって言っててね、ついにやりますよ。はい、ということで天気雨、もうすごいよね、いろんなやつがもうみんなすごいやり込んでるよね。これ6000位とかなんかそんな8000位とか、結構でもユーザーが多くて嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、はい、やっていきましょう。で40はね、うんちくまがねサボりとか混乱をやってくるので、まあそれに対応するにはどうしたらいいのっていう感じかな。うん、まああとは特にないかな。40がまあ最初のね、昔でいうなんつうんだろう、この花崗塔みたいな、どこだったっけね、今はみんな簡単だと思うけど、昔は通常のねあれをクリアするの花崗塔の大変だったんで、天下統一ね、どこだったっけね。はい、というわけでやっていきましょう。でただね、もうね時は経ってね、多分これ万里の試練って4月とか2月とかなんかそんなあれだよね。あれで光栄のみ編成 D ランク2体群馬神攻撃タイプのみっていうことなんですけど、もうね時が経って群馬神も攻撃の群馬神めっちゃ増えたから、まあ正直ねずるいんですけど、まあでもちょっと攻撃していきましょうか。スピーチ姫、まあ、なるべく防御の高いやつを D ランクにつけてあげて、まあそうなの、まあ、必殺打ちたいけどまあいいか。はい、こんな感じでもうちょっとずるいね、もうバキバキにずるくいく。超加護超加護揚力アップね。はい、バトル開始で遠藤がいるとね、今後いろいろ解決してくれそうですね。ボスもそうだけど、これは注目ですね。まあ、注目妖怪をやっぱうまく使ってこの D ランクたちをね、やられないように、まあ、打ち消しガードも入れるかなと思ったけど、まあいっかと思ってね、という感じです。妖力光栄妖怪もたくさんいるんでね、もう吹雪姫入れてね、打ち消しガード入れてもいいんだけどっていうところ。あとはまあ D ランク、 D ランクもねわざわざ結構鍛えてんのがいないか、 D ランク鍛えてないんだよな。あ、そう、座敷わらしはちょっと鍛えたかな、レベル90までいってるんで、まあまあでもいっかこれでって感じですね。はい、行きましょう。このなんだっけ、面変わりはねなんか見込みがちょっとあったんで、レベル、そう、混乱とかあるしね、レベル100までしてみましたけどね。疑心暗鬼弱いんで、ちょっと疑心暗鬼が一番心配かな。まあ一応これも 75% 混乱がねあるんで行きましょう。まあ本当は真ん中のうんちくまやった方がいいんだけど、まあいっかということでね、ぶつかりで倒してサボりのバラマ、あ、やべえ、やられちった、いきなり失敗じゃんぶつかりでまあやられるっていう初歩的なミスをしてんな。そう、でもほんとさ、ちゃんとディテール詰めないとこうやってねやられるよね。こうしましょうか。これでもやられちゃうかな。だから D ランクがあれだよね、一つの
ポイントだよね。これで耐えて、これでね、超過護も入って、で、これで、さようなら、あ、まだやる。これでお払いもして、面代わりで、混乱。あれ失敗なの？あ、必殺技使いすぎか、ひょっとして。召喚超召喚を使用する、あ、ごめんごめんごめん。ちゃんとね、よく要領をよく読んでね、お使いくださいって感じですね。召喚使っちゃダメなんだ、それは知らなんだ。ほんとね、初心者だねひどい。さあ、これでいきましょう。そういう意味だとアタッカーをあんまりついてきないね。サボりをばらまきつつ、混乱、強化、また混乱という感じですね。なるほど、という感じで試練40クリアしました。多分次は試練60いくつが難しいんだよね。なんで、はい、ちょっとその辺やろうかなと思います。とりあえず、はい、私動きます。これで宝珠もらえるので、これでね、レベル10ごとにこういうのあんだっけ。はい、やりましたね。なんでね、うん、電磁未踏の試練を突破、今100まであるんだよね。なんでちょっと試練の方ね、みんななんか60いくつとなんか80いくつとかなんかいろいろ難しいポイントがあるみたいなんで、はい、頑張りたいと思いますね。元気になってよかったにゃんということで、本当に、あ、前はこれでクリアだったのかな、わかんないけど、でも本当昔のね、ギリギリの時に倒した人が本当は偉いんだけどね天下統一戦もね、昔は難しかったんだよね、弱かったから。はい、ということでまたちょっとね、これ後でやっときます。これなんかエンマが2人もいて、これシチューの試練とかいいね、みんなこういうことやってたんだな。はい、という感じで、フリポカのみとかねあるんですけど、ちょっとこの辺はカットして、難しそうな試練をね、やっていきたいなと思います。一応メニューで、報酬あるんでね、これマイレベルごとに宝珠もらえるので、これで私ちょっと宝珠をね、復活させたいと思います。試練100いけるかな、私の手持ちでいけるかね。はい、ちょっと頑張りたいと思います。まだ6177位だね1200位だからあんまり大していいクリアじゃないね。はい、こういうのね、ほんと上手な人上手なんでね。で、一応試練のね、ルールについてはこちらのね、トピックスの方にこのタグがありますんで、4月15日にキャンペーンやってたんでね、前のこのキャンペーンの時もね、見向きもしなかったね。あ、懐かしいね。これ宝珠プレゼントを見向きもせず、そう、こういざこういう時のためにやってきたぜ。この報酬がね、さっきも言った通り、もらえるので、やっぱ報酬いいなって感じ。あ、このマークは万里の試練のあのランキングなんだね。なるほどね。はい、なんで細かい説明はね、こちらにあるんで、ぜひこちらを覗いてみてください。正直ね、もうほんと宝珠がなくなってきてもうどうしようもないんでね。はい、ちょっとミスするとあんま進めなくなっちゃうんで、次難しいの何なのかね。はい、なんか動画撮っておいた方がいい試練とかあったらね、はい、よろしければコメントなどで教えてください。もう郵便にもちょっとね、ないので、あの宝珠が、私いつもここで宝珠復活させてるのにないんでね。はい、なんとか宝珠1000宝珠ぐらいは回復させたいな。はい、なんで、ただあれだよね、ミッションで毎日3個しか、もらえないので、ちょっとね、さっきのミス痛いですね。うん、ちょっと3個も使っちゃったの痛いですね。はい、鍵をね、はい、あ、でもさっきのクリア分の鍵があるから、はい、それでちょっとね、宝珠復活させたいと思います。まあ一応宝珠はね、
年末じゃね、年始になったらお年玉コインとかもらえますし、一応まだね、私福コインが60枚あるので、そう、年末年始はねこれもらえるんですよ。しかも中身がね、そう、10からなんですよね。なんでこれが多分ね10枚ぐらいもらえる、20枚かなもらえるので、なんか来年年末年始はね、お年玉コインで200は硬いかなという感じがいたしますね。はい、じゃあすみません、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。難しい試練ってあるよね、きっとね。でもちょっとな、私これも持ってんだよね、ハロウィンジバニアも持ってるんで、結構大丈夫なんじゃないかなと思ったりしています。